私はできてよかったんです。影なりが嬉しかった。本当に私は影なりしたかったの。嬉しかったよ。本日はなんかその時のなんか最初本日はイヤリーイコールジョイでなんか普通にナレーション風に言おうかな、本日はとかいろいろ練習してたんですよ。本日はとかなんかいろんなパターンをその影なりやらせていただく前にあの練習してて、でそれでマネージャーさんに本日はってやってもいいですかって言ったら、いいよいいよって言ってくださったので、あのそれであのやろうってなったんですけど、あのももかに絶対やんないでしょって私があのビビってやらないんじゃないかって、本日はニヤリーイコールジョイ特別公演にお越しいただき誠にありがとうございますとかなんかやろうとしてたら絶対やらないやんって言ってて、いややるよ、やるときはやる女よとか言って本当にって言って、でその言ってる時の動画をももかが持ってる。本日はニヤリーイコールジョイ特別公演、最初ジュリーちゃんの声聞こえた、やるときあるよ女よとか言ってそのままか動画撮ってそう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 、そう俺はジュリーに恋してる。え、聞いてください、私身長縮んでました身長縮んでた。え、泣く自信がある、一緒に泣こう私多分バスタオル持ってこう、泣いたように一人ここにさバスタオル巻いてて、あーなんとかさとか言ってなんかバスタオルこうやってそう身長縮みました。レナも縮んでたなんかあのさ、なんていうの、こう電子のやつ、機械のやつでだったので、機械のやつでレノンがクイッてなったらしくて、こうグッてなったらしくて、レノン今あの150センチだよ、159.7とかだったけど、私はね161って公式には確か書いてあったんだけど、160、あ取り払った、160.1になってた。でも危なかった、160センチあった。